なんだよいきなり、はい、お客様こっちですよ。何、あ、そうですね、なんだなんだなんだ、足元にワニいる、ワニアリゲーターが、アリゲーターが来てもらって、はいはい、こっちですよ、はい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 、お客様、はい、こちらに座ってください。はい、椅子あるか、あ、ゆっくりでいいですよ、ゆっくりでいいですよ、はい、ゴーちゃん。何ということで、今回の企画は、うん、目隠しで当てろ何食べてるかゲーム。イエーイ。ちょっと待てよ、俺だけ俺だけ、その通り、うん、今日はシー君一人にやってもらう企画になります。うんうんうん、なんだよそれ。まあ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 、細かいことは気にしない。いや気にするだろこの状況で。いいじゃん、美味しいもん食べられるかもしんないじゃん、いいよな。じゃあお前がやるか。いや大丈夫です。では早速、今から目隠ししたシー君に僕らが用意した何かを食べてもらいます。なんだろうな。シー君はそれで何を食べたかを当ててね。うん、罰ゲームみたいなもんだろう。大丈夫、美味しいものもあるから。なんだよ美味しいもの持って。まあまあ早速行ってみようや。行ってみよう。分かった分かった。縁起物語。それではシー君、心の準備はいい？できてるわけないだろう。でもやるしかないんだよ、ここまで来たら。おお、やるしかないよな。あった。それでは一つ目。あー、それね、これね、これいきたいと思います。はいはいはい、いやでもこれはね、ね、分かるんじゃないかな。どうかな、美味しそうだけど。つ、ね、シー君では口開けて。大丈夫大丈夫。天下があーんするから。一つ目は結構優しいよ。うん、あー、はい、あーん、うん、味わって味わって味わって、美味しいはず。そうかな、これ俺も好きだからな。うん、さあ今口に入れたものは何でしょう。柔らか。お、お、どんな味？あんこ。おお、いいよいいよ。うんうんうん。本当にあんこだけ？え？だよ。いや、なんか他にもない？粒あん。粒あん。惜しいね。うん。そうだね。もち？その食べ物を総称して？そう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 。団子？ああ、惜しい。惜しい。あんこの団子。惜しいっつっとるやん。なんだなんだ、和菓子なのは間違いない。あーそうそうそう、ちょっと韻踏むのやめて。 なんだっけあんこの団子。なんだっけこれ、うん、あれだよ、あれあれあれだ。結構一つ一つは大きいかな。あーそうだね、細かいやつを今、うん、おはぎ。あ ー, おー、はい、正解。よかった、おはぎでした。はい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 、いいよ、いい調子、いい感じじゃん。さすがやな。よし、じゃあ次はこれだ。おお、これ難しそうやな。なんか変なことしない？いや変なことしないよ、ほら。いや行くよ、じゃあ開けて。アモンガーンします。ちょっとドキドキしてるもんね。おい、そらすなよ。どんな顔してるの。口開けろ。わかった。あー、はい、もうちょっと大きく、もうちょっと開けて、はい、うん、お、どう、美味しいだろ。どうかな。うん、お、うん、お、どんな感じ、どんな食感、どう、優しい食感。優しい食感。そう、でも優しいか、そうかも、ね、優しいか、まあまあ、そうか、そうか。スイカ。うーん、おーし、近い。メロン。おー、メロンか。おー、分かるもんや、分かるもんやな。目隠ししてると結構難しいね。分かんないな、うん、やっぱり普段からご飯作ってくれるだけあるわ。そうだよ、さすが。いや、美味しいもんばっかりだろ今の。あ、美味しいもんばっかりだな今のところ。どうしたんだよ今のところ。なんだよ。あと何回やるんだよ。しかも後ろで聞こえる声がどんどん移動するから。怖い怖い。力もな。3つ目いきたいと思います。はい、3つ目はこれ。うわー、これね、俺ちょっとあんま知らんねん。てか俺も食べたことないかもしれない。食べたことない。割とこれは難問に入るよね。だから先にヒントは言う、食べたことない俺。これ僕も食べたことないかな。このまま食べれんのかな。このまま食べれる。知らんすぎてさ、見た目ね、確かにどうなんだろう。ちょっとね、まあ、まあ、食べさせてみるわ。食べさせてみるわ。食べさせてみるわ。まあまあ大丈夫大丈夫、行くよ、大丈夫だよ、鈴木。口開けて、あー、うん、は？あ、でも美味しい。どう？チョコレート？
いや、そんな味すんの？あ、そういう感じなの？食べたことないから分かんない。俺たちもどういう味か分かんない。俺らも分かんないけど、今まで食べてきたことがあるものの中では何に近いとかって。あの、噛みたくない。なんだ、すごい嫌な感触。なんかぐにゃってしてんの？ぐにゃってしてる。あ、そうなんや。ぐにゃってしてるんだ。そのね、悪いもんちゃうねん、ちゃんと。そうそうそう。しかも最近人気なんやって、若い女の子の中で人気らしい。女性の間でね、人気らしいから。なんだこれ、何これ。ただこの食べ物の名前をなんていうかっていうのを C 君が知ってるかどうかね。ね、そうやね。キャラメル？甘いは甘い。甘くはない。甘い、何これ、何これ、何これがすげえリアルだな。罰ゲームのつもりじゃないんだけど。だほんまに、ちゃんとでも食えるもんの、うん、美味しいもんしかないから、うんうんうん、そうそうそう。虫コーティングされてるか。ああそうね。でも見た目そんな感じだったわ。ちょっとドキドキして、ね、じゃあちょっと保留しとこうか。まあまあそうだな、ね、ちょっと置いとこう、うん、一回置いとこう。保留ということで、ちょっと保留な。うん、覚えといてね。覚えとけよ。まだ口の中あるな。なんか、え、飲み込める？大丈夫？あの、ちぎって飲み込んでる。なんか硬い、硬いっていうか外硬い感じで、中はこうちょっとグニュってしてた。なるほど、勉強になるな。ねえ、そうだね、賢くなったぞ。出す側が知らないっていう。一個保留して、まあこれはちょっと置いとこう。どうしよう、飲み込めたら教えて。あ、飲み込めた。オッケー、よしよし。よし、じゃあ続きまして行くぞ。4個目、4個目、あと何個あるんだよ。何個だろうな。大丈夫、ここからは割とイージーになってくると思う。そうだね。そうそう、4つ目はこちらになります。おー、まあまあまあ、ね、これはわかるでしょ。じゃあ C 君ちょっと不安だとは思うけど、また口開けて。はい、なんだなんだ、なんでしょう。これでもすぐわかんじゃねえの。そうかもな、うん、ベリー。あー、うん、お、お豆腐。おー、大正解、正解、正解。やるじゃん。すごい、すごい。うんうん、これすぐ分かった。豆腐、もう分かった分かった。あー、よかったよかった。食感きて、味きて、そうだな。でもやっぱ一口目ゼリーとかになるんだね。そうやね。ゼリーだとほんまに。まあでもいろんなもの食べてきてるからね。混ざってんのか。うん、うん、ちょっとまだ引っかかる。一個前が。いや、そうね、だいぶ後がね。じゃとりあえず4つ目は豆腐です。オーケー。じゃ次は最後かな。オーケー。実はこれが最後です。おはぎ。うわー、これいいなー。メロン。いいなー。アモン食べちゃダメだよ。いいなー、最後これね。うん、いやー、いいのー。確かにこれは羨ましいかも。な、食べて。めっちゃ食べたいよなー。じゃあいくぞ。焼き粉。口開けて。うん。はい。なにこれ。確かに。そうなるわ。入ってくるとね。そうなると思う。ちょっと今までと系統が違うもんな。まあそうだよなー。うんうん、確かに。でもご褒美って感じするよ。そうやね、うん、今までと系統違う。そうやな。匂いが強い。おお、そうなんだ。さすがなんかちょっと料理してる。ね、うん、お好み焼き。お好み焼きではないかな。あ、でもあの分かる方面で言ったら多分そう。ああ、そうか。色も似てるし。そうやね。まあな。まあめでたい時に食べることが多い。そうやね。そうだね。はい。あー、はい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 。でもいいよ、寄ってきてる寄ってきてる。でもアモンが食べたいってことは、うん、そういう関連やな。そう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 。魚。おー、うん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 、なんだ、特大のヒントが出しちゃうかな。おスタミナがつく。おこれもニンニクしか思いつかない。いや、ちょっと待って、えらい離れた。じゃあ俺も大きい、うん、土曜日。おー、そうだね。土曜日。まあまあまあ、ちょっとそのあ、日曜日じゃねえの。日曜日じゃん。そう、何と間違えたんだ。魚の一家の話じゃないの。あー、やっちゃうね。出てこないな。うん、土曜のアモンのやつはそれやねん。土曜の何、土曜の何時にやってるの。Cくんの天然が。そうやね。ちょっと大ヒント出すわ。うん、あのいろんな食べ方あるけど、うんうんうん、今食べさせたのはタレをつけたかば焼き。あ、もう。うなぎ。正解。うなぎ。うなぎでした。うなぎ。うなぎ。うん。初めて食べた。えー、えー、そうなの？え、うなぎよ。
マジで？マジ？美味しかった？美味しかった。あ、よかったよかったよかった。こうやって食べるの初めて。初めてな。初めて食べたの？そっか。逆に白焼きとかツーなやつ食べてるんだ。そうだな。うなぎ自体は食べてるんだ。食べてはいるけど。すごいわ。なるほど。まあちょっと5個を食べてもらいましたけど、うん、はい、これまで食べたもののおさらいをしましょうか。おう、おう、おう、おう。まず最初。おはぎ。おはぎ。おはぎ。うん。2つ目。メロン。メロン。メロン。3つ目。謎の物体。謎のやつ。じゃあそれはちょっとまあ飛ばそう。おう、では4つ目。豆腐。豆腐。豆腐。最後。ラスト。うなぎ。うなぎ。おう、うん、うん。これらに共通しているものはないんですけども、うん、今食べたものの頭文字わかる？おめでとう。おお早い。さらっと。ってことは3つ目は？3つ目わかる？で？でから始まる。でから始まる。で？今でから始まるの。女性の間で人気な食べ物。ね、でから始まるね。フルーツに近いのかな。あれ、うん、フルーツらしい。で、え？なんだよな。うん。でもなんかあれだったよな。なんかあの乾燥してた。ああそうやね。そうそうそう。男女が休日遊園地に行くことをデート。デート。それでわかるとは思わないんだけど。なんだよ。だったらなんだよ。気づきも本当に知らんと思う。だったらなんで言ったんだよ。うん、そうだね。じゃあ今の答え合わせしようか。そうしようか。今食べた3つ目の食べ物は、うん、デーツというものになります。デーツ。知ってた？知らなかった。いやそうだよね。これは知らないよな。俺たち知らなかった。いやでもすごい。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ありました。うん。で、え？これが俺たちの祝い方や。そうだね。しずき。マスク取ってええで。あ、もう分かった。うん、縁起物語。え？え？シー君、お誕生日おめでとう。ありがとう。パパパパーン。あ、もうそれ結婚式。あ、そうかそうか。じゃあ改めて、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアしずき、忘れろ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。おめでとう。ありがとう。すごいびっくりしてる。そうだよね。これでしずきともやっとお酒飲めるようになるな。俺も飲みたい。アモンは来月のお楽しみだね。ああ、それじゃあシー君、火消して。ほらや。わかった。イエーイ、おめでとう。おめでとう。ありがとう。まさかこんなに祝ってくれるなんて思わない。